そうですね、まあ、オリンピックを見てもらったと思うんですけど、たくさん応援してくれたので、まあ、夢や希望を、まあ、直接感じてもらえたんじゃないかなと思うんで、まあ、夢を持って頑張ってもらいたいなと思います。はい、こうやって、私たちが金メダルが取れたのも、小さい頃にずっと思い描いてきたオリンピックで金メダルを取りたいっていう思いをずっと諦めずに頑張ってきた結果だと思うので、皆さんも決して夢を諦めずに最後の最後まで努力して頑張ってください。そうですね、まあ、女子レスリングの吉田沙保里です。まあ、勉強ももちろん、スポーツも一生懸命最後まで諦めないで、頑張ってほしいと思います。はい、私も小さい頃からずっとレスリングをしてきて、体を動かすことによってこの丈夫な体を作れたので、ぜひとも何でもいいので、スポーツに取り組んでほしいと思います。そうですね、私も5歳からレスリングをして、ずっと姉妹で金メダルという夢を持ってここまでやってこれたので、ぜひ夢をですね持って頑張ってほしいなと思います。おかげさまで北京オリンピックでは皆様のご声援のおかげもあり、銅メダルを獲得することができました。ありがとうございました。そうですね、スポーツは本当に心身ともに健全になるものだと思います。私は幼い頃から水泳などやったんですけれども、スポーツはこれからもやっていきたいと思いますので、皆さんもスポーツを楽しんでください。そして、オリンピック目指して頑張ってください。失礼します。自分が優勝できたのは皆さんのおかげでも先生のおかげでもありません。毘沙門天のおかげです。ズームイン。夢を持ち、決して諦めないで、何事にも頑張って楽しくやりましょう。まあ、マイナースポーツでも、まあ、このように頑張れば、まあ、みんなに注目してもらうっていうのを証明できたと思うので、まあまあ、フェンシング始めるきっかけがあれば、まあ、ぜひ楽しいスポーツですので、まあ、一度やってもらって、それから判断してもらえたらいいと思います。そうですね、まあ本当、まあ、自分が小さい頃から、サッカーをやっていくにあたって常に目標を持ってやってきて、目標、まあ、夢は見るものではなく叶えるものということだと思うので、常に目標を持って高く、頑張ってほしいと思います。女子サッカーの荒川絵里子です。オリンピックという舞台に、立てたのも、皆さんの応援のおかげだと思っています。すごく力をいただきました。ありがとうございました。夢は諦めないで一生懸命叶わなくてもその過程が多分必要だと思うので、しっかり夢を持ってそれに向かって追い続けることが多分私にとってはとても必要だと思っているので、みんなもそういう風な気持ちで頑張ってやってもらいたいなと思います。